ルームサービスルームサービスはホテルにおいて宿泊客の求めに応じ客室で食事ができるように料理や飲み物などを客室へ運んで用意するサービスインルームダイニングとも称され一般的にはホテル内の食堂などへ出向く場合よりも料金設定は高くなっているホテルの他にもクルーズ客船で同様のサービスが提供されることがある世界最初のルームサービスは 1930年代後半にニューヨークのウォルドルフ・アストリアが始めたとされ、公の場である食堂で食事をとることを避けたい、政治家や映画スターなどに利用されるようになった。1969年には、ウェスティンホテルリゾーツの前身である、ウェスタン・インターナショナルが24時間体制のルームサービスを提供し始め、以降、他の高級ホテルにも同様のサービスが広まった。 しかし、一方には、ルームサービスを廃止して、これに代わる、新たなサービスを導入する動きもあり、2013年には、ニューヨークヒルトンミッドタウンが、ルームサービスを廃止し、カフェテリア形式の軽食の提供に変えたことが大きく、報じられた。ありがとうございます。